はい、どうも長友愛理です。今日もよろしくお願いします。日の舞踊神殿がやってきました。でですね、4階から今回は挑んでいきたいと思うんですが、実はね、今この隣に入れてるパーティーがコマさんなんですけど、本当はね、本当はぐでたまでやりたかったんですよ。だがしかし3日間かけてやったんですけど、どうしても無理すぎたんでボスまで行ったんですけど、なんか25万のダメージとか受けちゃって、もう心が折れたので、リベンジコマさんで行きたいと思います。はい、こちらで行けるんではないでしょうか。というわけでね、行きたいと思います。はい、というわけでコマさんでリベンジをしていきたいと思います。それではレッツゴー。いや、久しぶりの、あれですね。王妃の舞踊神殿。8秒固定なんですが、コマさん久しぶりに使うな。火と木属性の HP が 1.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が5倍、ドロップ5個以上つなげてキャストダメージ軽減、攻撃力が3倍というわけで、行ってみたいと思います。HP 高いの本当にいいですね。はい。いきたいと思います。てか火消しちゃダメだ。いやー、コマさん強いわ。きっとワンパンでいけた。いやー、1年ぶり2年ぶりぐらいですよね。ちょっと待って。お邪魔対策はしていなかった。毒はしてた。ちょっと待って。大丈夫だよね。お、いいね。ありがとうございます。L 字消し。まさか最後のボスで光吸収が来るなんて思ってもいなくて。まあっていうか、挑んだんですけど、動画に出してるんですけど、何で挑んだのかはちょっとあんまり覚えてなくて、正直。なんか、ドロップ操作8秒の割には簡単じゃんとか一人で言ってたんですけど、全然そんなことなくて。難しかった。強いじゃん。ちょっと待って。こっからちょっと取り戻していきたいと思います。早く動画出したかったんですけどね。本当はなかなか苦戦しておりました。これダメじゃない？大丈夫？HP 回復率低くなかったっけ、コマさんって。頼む。いったー、やったー。4回で、これあれですよね、無効貫通はちょっと足りないからできないんだけど、回復したいな。お邪魔を残せば大丈夫なの人ですよね。よし、回復したい。回復と。ちょっとでも回復したい。よし、えらい。ちょっと、やだ。毒は耐性組んでるから、大丈夫なはず。回復したい。よし、えらい。わあ、お邪魔がいっぱいだ。キャー。
これ消せばいいのか。はい、あと2ターン。キャッ、ちょっと多くない？毎ターンお邪魔を作ってくるのか。はいよ、よし。うわ、やばい、やばいぞこれは。うわ、回復、これなんだっけ、一旦遅らせられるのか。まあでもちょっとサクサクいきたい。はい、回復したい、回復。HP が高いとはいえ、怖いのは怖いですね、怖いですね。ほい、どうよ。まあ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 。で、5回はスナイパーアイ。回復したいんですよ。倒さなくていい。あ、わあ、マジ L 字で落ちてきた。ちょっと待って、次リバイブですよね確か。それはまずいぞ。大丈夫か。37,623で耐えられるのか。耐えられたー。えらいよコマさん、君はもう本当にえらい。なんか変わってないんですかね、いろんなところ。はい、行きましょう。え、これ何、普通に勝てちゃう感じ。ちょっと強いの選びすぎた。すごい、めっちゃ調子いい。何これ、調子いいんだけど、どうしよう。ボスです。はい、で、吸収がやってきます。光の吸収ですね。で、ダメージ無効でしょ。エンハンスがあと7ターンでしょ。遅らせられます。3ターン遅らせられます。で、これエンハンスあればいけるやつかな。ちょっと一回これでどれぐらいいけるのかいってみましょう。はい、あ、てか光入れてるし、アホか、ワイはアホか。あー、やっぱ無効貫通。あと6ターン、あと6ターン、あと6ターン、頑張っていきましょう。光はもう消しちゃうか。はい、で、次お邪魔が来るんだ。お邪魔をちゃんと消せば大丈夫だよね、これ。そうだと信じていますよ。お邪魔ドロップは残しちゃダメ。だから消す。よーし、消すぞー。頑張るぞ、8秒のこの短い時間の中で。頑張り抜くぞ。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。で、あと3ターンですね。ほい。HP 高いのすごい安心するわ。あ、半分いった、やば。あと2ターンか。
え、これいけるかな。ちょっとやってみます。ちょっと一回やってみよう。ちょっと時間が意外とあるから、時間ない。え、てか待って、コンボできてないからダメじゃない。左から2列目を縦1列闇ドロップに変える。それで足りる、足りるから使おう。 OK。 でコンボしたいかな。いきます。はい、いけるかな。やったー、やったー、いけた、やったー、ありがとうございます。いやー、ほんとぐでたまで苦しんだんですよ。よっしゃー、クリアした。アシスト無効ですって。ちょっとぐでたまで一回やってみたいと思います。5回です。レッツラゴー。かわいいですよね、サンリオ。え、光か火の十字消しで行きたいところですね。足りないな、いろいろ足りない。回復力は高くなるからとりあえず回復しよう。はい、よし、えらい。やめてよ。はい、全然ダメじゃない。え、え、ちょっと待って、これも次先生来たら終わるやつ。回復を信じて。サンリオ、私思い出がありまして、あれなんですよ、九州の人ならわかると思うんですけど、私九州出身で、もう唯一九州のテーマパークといえばハーモニーランドっていうところがありまして、そこがね、キティちゃんに会える場所なんですよ。そう、そこがキティちゃんに会える場所なんで、よく行ってましたね。これすごい相性悪くない？これ相性悪いよね。L 字にしたらいいのか、何にしたらいいのかよくわかんない。そうだからもうピューロランド大好き。ピューロランドじゃないや、東京とかではね、すぐほらディズニーランドか行けるけど、九州なんてそんなめったにディズニーランドとか行けないから、もうハーモニーランドが正義だったんですよ。てかキティちゃんのテーマパークが2個あるなんて知ってました？本当はもっとあるのかな。あ、いけた、やった、やったぜ。ちょっと待って、何これ。はい、
けないもんなの？いけないもんなのか。いけないもんか。いやでもこれ回復力高いからワンチャンいけそうな気もするんですよね。ちゃんと消えるし。うわーダメだ。怖。ここはちょっと。この時間もそこそこあるからやっていきたい。あ。お。オッケー。でここで入れ玉を使いる。行かなきゃいけないやつ。大丈夫、回復力が高いからなんとかなるはず。そう信じています。お、いい感じ。嘘だろ。するのもう。あの効果きた。あああ違うわ、スキル使っ、こうかな。よし、いけたでしょ。さすがに。よっしゃ、いった。これ火薬消せないやつ？うわーマジかー。いけるかな。はい頼む。やったやっといった。先生頼むから来ないでくれ。うわ、やばいぞこれ。猛毒じゃなかったっけこれ。まあ7秒あれば大丈夫かな。だと信じているけど。よっしゃ来た。あーもうやっと6回なんですけど。ちょっと待って、強敵来たよ。1回じゃまずいかな。
きましたよ。これはまずいんじゃないの？まずいですよね。軽減持ってないけど、やばくない？出直します。すいませんでした難しすぎる。長かったのにあそこで結構がはい、というわけで生放送できたらしようかなって感じですね。動画に収められることができたらもちろん動画に収めたいと思います。それでは本日も最後までご覧いただきまして本当に本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。